皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット姉が攻撃編をプレイしていきます。いきます。変数的には2万3000対1万5000、だいぶ負けてる。どうしよう。あ、これ全部隊やられるよりも大将差し出した方がいいな。生き残った部隊の兵は将兵で逃げ切れるはずだから、島左近には悪いが、悲しい戦いだ。みんなそいつは見せて逃げるんだ。逃げろ、あいつはもうダメだ。逃げろ、もうダメだ。この戦場はもうダメだ。くそー、信長め、一進一退だ。これで誰か捕まんなきゃいいけど、勝頼みたいに。お味方が討ち死にしました。ああ、討ち死にしたどうなるんだこれで。さあ、九鬼隊3万3000っていうのが向かってきてるね。いや、本当に勝てないな。ちょっとあれだ、あまりにもあまりにも数値の差が大きすぎる。島左近はしんがりを買って出て死んでいった。生きてるけどな。ここで一回手打ちかな。城1個取ったもんな。郡上8万、交渉してみよう。果たして信長飲むのか。出すだけ出しとこう。一回立て直しだ。来た、全員で戦うぞ。これ勝ちたいな。いや、すでに一回戦ってるから結構兵も減ってるんだけど。2万5000対2万、軍技力120使える。これを平地、いや、ここに森あるにはあるな。平地で戦いたくないんだよね。とにかく能力でめっちゃ負けてるから。いきます。睡眠の気持ちで戦うのだ。鉄砲隊は奈落の奥に、おとり隊はちょっと手前の方がいいかな。さあ、相手前に出てくるか。こっちが守備側だから出てくるはずなんだよね。来た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 。よし、いいぞ。あー、いいね。もうちょい下がれ、もうちょい下がれ。ギリまで下がれ。よし、神出鬼没。誰でもいい、誰でもいいぞ。誰かにまず一発入れるんだ。やりたい、前へ。これ奈落が通って、月曜始めよ。さあ、ここだ。ここで、ここで三河魂いくぞ。正面は任せたぞ。よっしゃ、3部隊奈落通った。これ正面から全部買っていくぞ、重なり戦術で。いけー、今が後期。下がれないやつらをやるんだ。これは無理だな。こっちに行った方がいい。よし、さっさなりまさかれ、今だ、やるのです。あ、なんか来てる。敵対どこだ。奥にいる、奥にいる敵の大将が。これさっさなりまさ行くよりも北行った方がいいかもな。敵の大将撃ちに行こう。おとり挑発があるから。来た、おとり挑発。さあ、そいつ大将やれ、大将、ね、目の前にいるぞ。待て、大将の方に迂回。引っ張れ、こっちの陣まで引っ張るんだ、そいつを。お覚悟願おう。切り込め。よし、いい感じ。いいぞ。三河魂。よし、囲え。お覚悟願おう。あともう強引にやれるはず。相手がもう隙がなくなる。強撃で。切り込め。よし、バックを取ったぞ。殺せ。あと700人。よし。よっしゃー。今回良かった。相手の大将が迂闊に前に出てきやがった。よし、完璧。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。苦難耐えてくれ。もう1万5000人しか残ってないの。かたじけない。あ、信長が来てる。信長来ちゃった。籠城頼む。くっそー。待って、家康の方交渉出てないの。そろそろ
ないのか。あ、でもあと5日で落ちる、5日で落ちる。よし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 。ウホ取ったぞ。霧山御社はもう仕方あるめ。あ、こっちは取られてもいいんだよ。こっちを取りたい、とにかく。そして斎藤友の部隊6万人。ついに来た、この時が。岐阜に行くべきなのか。清須取らなきゃダメだな。よし、清須に直で向かってみよう。やったー、こっからだな。岩村どうなんだろうな。いや、岩村取っといた方がいいね。岩村が取られてるせいでこっちの動員がしづらいんだもんな、これな。桐山御所と交換でいいや。天も人も俺に背くことは許せない。あ、向こうも借りた狼藉してきやがった。おのれ、織田家との講和、兵糧1万5000で講和してくれるって言ってる。これやってもいいな。どうしようかな。これは正直あり。いやー、でもここで壊したらまた6回ぐらい改善しないといけないからな。拒否だな。とりあえず最高賞入れとくか。よし、もうすぐ敵量入った。よし、借りた狼藉行くぞ。どれ、稽古をつけてやるとしよう。さらにちょっと松倉とかのから軍を呼べそうな気配もあるので、富士吉田とかから呼べるか、そろそろ。もうちょいだな、もうちょいしてからだな。さて、この斎藤友の部隊の清須目標が吉と出るか。ちょっと待って、3000人ずつ減ってる忍者で。やべえやつ。やべえやつ。忍者、3000人の忍者が現れた。さあ、着いたぞ、清須城。ついに届いた。水攻めできるじゃん。やったぜ。2ヶ月かかるのか、でも。2ヶ月あればどんだけ来るんだろうな、敵軍。ダメだ。織田家との講和は無理だ。桐山御所が奪われた。これはしょうがないね。小爪、出せそうだね。ギリ出せそう。よし。小爪出します。飯田城集合で。もう時間かかってもいいや。とにかく兵数が出る部隊で組もう。いきます。出陣するぞ。信長隊は解散した。いや、交渉ある。よし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 。小西行長下る時が来たか。ついに取ったら家康隊一回解散してまた再出陣だな。兵糧は織田領で刈り取ればいい。もうペンペン草も残らないぐらいに焼き払え。なんなら火をつけても構わん。さあ、次4万3000の部隊がまた来るぞ。さあ、剣を頼む。小西行長降伏するかなあ。上司投稿81だって、めっちゃ高い。いけるんじゃない。はい、よし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 。相手の武将も一人下って、かつ城も取って、楽な戦であったな。いやいやいや、これ家康隊どうしようかな。この前犬山に向かってみるか。いや、一回帰った方がいいな。一回帰ろう、一回帰ろう。家康が再出撃すればかなり有利つくぞ。よーし。完全に水没しとる。清須水浸し。どうなった、あと何した。あと28日、あと1ヶ月だね。さあ、山形正景隊が再出撃である。犬山城を迎えます。さあ、正面から。ここまで欲しいな。長島大垣まで取れればめっちゃいい。ちょっと楽になる。軍の追加、あっ、来る。羽柴秀吉さんに3万8000来るな。そう、どうにもならんのか、これ。いやー、正面から戦えないな。上限に差があるところで当たれれば、大垣城の上にあるね、でかい準拳銃がレベル9。あ、長島で当たれば4600対2600だぞ。長島まで行ってみるか。清須はどうせ一回離れることになるからな。水浸しのままで。これ4600対2600だから、もしかしたら戦わずして勝利できるかもしれない。あ、大友が滅んだ、ついに。ついに来たか。さあ、目の前で当たることになってしまった。ただ、兵数的にはこっちの方が有利だね。
こっちの準拳場の範囲だ。あ、しまった、国衆将兵切れたか。今回は完全なる平地だ。勝てるのか平地で。厳しいな、平地の戦いか。平地にしか置けないものを置こう。よし、うまいことこの鉄砲水と罠で行きます。来たぞ。始めるぞ。相手の大将もう見えるだろう、これすぐ。いた、クキタいた。いた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 。待て、8400人。突っ込め突っ込め。あー、沼にはまって攻撃できなくなってるぞ。よし、おとり挑発、今だ。で、川沿いに連れてきて、ドラの効果はめっちゃ。よし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 。鉄砲水は入って400人しか減ってねえ。400人しか減らないの？悪くはないけどって感じだな。3500人。ダメだ、このままグズグズになっちゃう。越後2点。ちょっと分離するか。これうちの大将を隠してあるから、一緒に迂回するチームと大将を追う隊に分かれてみよう。これはもう大将取りに行くしかないぞ。おえ、あ、まずいぞこれ。とにかくこの100人を早く取れないのか。ダメだ、敵の大将のところには行けてるんだけど、大将の方に逃げられない。うまく釣ろう、こっちの大将隊。牙だから足早いぞ。この鈴木茂秀隊をうまく釣りたい。お前ら、俺はここにいるぞ。どうする気だ。よし、うまく釣れたぞ。1万人ここで釣れた。これでなんとかするしかない。よしよしよし、敵の大将、敵の大将のとこ行くんだ。あ、魚で、あ、魚で挑発か。挑発引っ張れるのかこれ。魚で初めて見たな。もうちょい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 。これ届いてるよな、魚で。よし、止まった、足が止まったぞ。やれー、魚で逃がすな。魚で連打だ。よしよし、奇襲取った。こっちも奇襲取った。逃げろ逃げろ。あ、動け動け動け。あと1300人。いけそう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 。よし、来た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 。越後2点、攻撃中ゲージ回復量アップ。あと、よし、これ勝てる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 。もらったもらったもらった。あっ、でいっ、全てを使え。あ、逃げちゃうよ。いやー、あー、来たー。こっちの大将まだ1000人いるぞ。地獄。魚できた。よし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 、魚でだ。押せ、鉄砲水押せ。踏む判定シビアすぎるだろ。よっしゃ、あと20人。よっしゃー、ない。地獄。勝ったけど失うものは大きかったな。あー、でも勝った、平地でギリ勝った。いや、もう能力 1.67 倍とか負けてて平地だと、もう追っかけ回して勝つしかないな。一人投与できた。よし、援軍だから使い潰すぞ。友の部隊はもう山形正影隊がメインだからな。果たして包囲して、すっごい忍者に殺されてる。到着、攻め口一つ。簡単ねって言ってるけど本当にそうか。強行、あ、簡単だね。また水攻めか。するか、水攻め。交渉できるのが一番いいんだけどな。なぜ交渉できんのだ。あ、交渉ある。よし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 、来たー。犬山取れる。あと10日、あと10日で取れる、取れるよ。織田家はどうなってんだ一体。なんで、なぜ弱体化せん。やめてくれー。また来る、また鈴木茂秀来ちゃうんだけど。もう許して。まだ10日経たないのか。ゴズメ出られるか。そろそろ出られそうだよな。これで、集結まで、あ、早いね早いね。2週間で着く。稲の者続け。さあ来たー、交渉だー。宮部純慶、宮部慶純。わー、低いな確率が。上司投稿 44% か。まあ行ってみるかとりあえず。はい、あ、来た。よし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 。この戦、はい、はあ、ついに初めて犬山取った。こっ
こからだぞ。手を打とう。ちょ、よく考えよう。ここで戦えば5万5000体。あ、この部隊、1万人しかいない。犬山で迎え撃てば勝てる。なんなら迎え撃たなくても勝てるかも。あ、迎え撃たないでも勝てるな。岐阜に入るか。皆の者、我に続け。待て、犬山にそのまま来られたらちょっとまずいかもな。いや、犬山守ってた方がいいね。カウンターかけよう。倒してから移動しよう。鈴木茂秀隊合流しそうだな。しかし待たせぬか。ご命令。兵糧はまだ18万あるね。もうほとんど兵も出せてないから、北条が攻めてくるとか。待て待て、北条との友好度マイナス55になってるぞ。やばすぎじゃないかこれ。そろそろ攻めてきそう。攻め込まれたら終わるけど。かしこまりどうにかしてくれ。どうにもならんからな。忘れる前に国衆将兵撃っとこう。ちょっと早いんだけど。どれ、稽古をつけてやるとしよう。天も人も俺に背くことは許さぬ。この斎藤友の部隊はどうなっても構わん。よし、我らの勝ちは揺るぎません。久々にこの文言を見た。あー、結構やられてんじゃねえか。手を打とう。これきついな。清須に行くべきか岐阜に行くべきか。岐阜は硬いよな。清須だな。300人しかいないからね。なんせ標高ですぐ落とせるはず。さあ、家康隊再合流。家康隊はじゃあ岐阜な。任せたぞ。よし、沈むがいい。さあ、清須についた。あ、硬いなこの城。標高で50人、水攻めで89。どうしたもんかな。これちょっと考えた方がいいな。89日も信長がほっといてくれるとは全く思えないんだよ。交渉ないかな。交渉ないか。あ、清須にはすぐには敵兵来ないから、地道に殴ってれば開くはず。大筒もあるもんな。あー、来る、来ちゃう。いや、ちょっと待てよ、これ大した軍出ないぞこれ。信長、はっ、この部隊1万人しかいない。これ、来た来た来た。これどこまでもいける。どこまでもいける。これならどこまでもいけるぞ。強行で落とします。ちょいちょい交渉ないか確認しよう。ないか。1万1500できました。はい、これ多分やらなくても。よし、勝ちを重ねて天下を目指す。いいぞ。岐阜が落ちるぞこれ、ついに。あ、城攻め中だから大丈夫か。部隊防御力上昇中。これすごいんじゃない。これだ、統制不足。いいね。こういうのがなかったから織田軍と差があったんだよこれ。ちょっと強くなってきた感がある。なんか何かが来る。え？ちょっと待て、対毛利軍がすごい年月をかけて向かってくる。さすがに間に合うだろう。故障出ないのかよ。頼むよ、これはもう辛抱するしかないな。大垣まで取れれば準剣場レベル9が潰せるんだが。いやー、なんか来るぞ。まだまだか。あと28日って長いな、おい。毛利と織田和平、何？頼むよ。あ、交渉来た。よし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 、交渉来たー来たー。これ岐阜城交渉出ました。あと10日。これは若干兵糧に不安が見えてきたな。闇取引しよう。米を買おう。稽古をつけてやるとしよう。仰せの通りに。ご詰め出ない。あ、無理して出ないこともないね。いいぞ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 、行くぞ。ご詰めギリまでマックス持って出るんだ。もう北条が攻めてきても知らん。それはなんとかするから。なんともなんねえけど、なんとかすっから。いいじゃないか、行くぞ。進め。さあ、岐阜が落ちればすごい嬉しい。
岐阜のところに敵向かってないからな。10日で交渉。長島城に1万人が来た。もう、お、四季のさらすとも、あ、そうそうそう、長島城はね、こっちが2倍ぐらいで当たれるんだよ。来た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 。離れちゃったから水攻めやり直しになるのかな。でもこれ、それが乱世の制度よ。岐阜城鈴木茂秀、あ、これ投与できるかも。来るか来るか、頼む。 85% 以上来い。 80%。 いや、これ来んのかな、来んのかな、これ。これもうめっちゃ苦しめられたからな、鈴木茂秀には。頼む頼む、もうこれは来い。やったやったー。岐阜城とさらに鈴木茂秀までをも手にしてしまった。これは大きいぞ、これは大きいぞ。行くぞ。今回はここまで。お知らせです。ついに尾張を手中に収めた姉が高知家は、さらに進軍を継続。しかし、織田家との戦に全戦力を投入した結果、大変な危機に直面してしまいます。次回、謙信の意志、お楽しみに。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。